痛くなったら言ってください。ああ、分かりました。これでじゃあ、行きます。右側からじゃあ、行きますね。大丈夫、いい感じ。面白い、これが肩甲骨剥がし。やべ、気持ちいい。怖くない？これ大丈夫ですね。怖くない？全然、自分は大丈夫。あ、そっか、はい。すげえ。あれ、俺じゃあ肩甲骨剥がし、あれ剥がしか。やったことありました？いや、ない。初めて。初めて、多分どこでもやったことないわ。手の方を上にスイッチしていきます。
じゃあ反対側も同じように。手を万歳にしてもらって、はい、ます。大丈夫ですか？大丈夫です。はい、はい、頭が落ちるくらいまで上がってきてもらって、よいしょ。これぐらいですか？あ、もう少し。はい、はい、ありがとうございます。じゃあまた万歳にしてもらって、次こう押していくので、はい、あそこですね、伸びてますか？めっちゃ伸びてます。めっちゃ伸びてます。どこが？あ、胸筋です。あ、はい、はい、胸筋の下の部分が。そうですね、はい、やば。どうですか？大丈夫？すっごい。もう一回、もう一回、行きます。また上の方に回ます。大丈夫ですか？
だけじゃなくて、なんか自分のアクティブ要素も、ああ、そうですね。可動関節、肩甲骨の可動域を広げているっていう目的もあるんです、うんうんうん。なんかただ受けてるだけじゃなくて、一緒になんか、ああ、そうですね。はい。イメージで。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。